五輪の豊かさを実現する言葉。八、夢は実現する。危機物語。私の夢は実現します。自分が欲しい物事を実現するためには、それを想像することを決意することです。別の言葉で言えば、欲しいものを自分が得ることは自分にとって重要であり、進んでそれを得ることに一定量の思考とエネルギーを注ぐことを決心するということです。何かを想像しようというあなたの決意が、自分のエネルギーの方向を定め、それを自分の目標に集中します。自分が想像するものに注意と意識を集中し、たとえ他の活動に従事している時でも、それを心の奥に留めておくことで、あなたはそれを想像するのです。何かを持つことに一定の焦点を当てるとき、それを持とうというあなたの決意は明確で強く、あなたは求めるものをより早く想像します。機会がやってきたときに、あなたはそれらに敏感に気がつき、活用することができ、物事を簡単に喜びに満ちて自分に引き寄せることができます。ですから、何かを手に入れようと決意すれば、それを手に入れるのです。それでは、これからアファメーションを行います。体を楽にし、ゆっくりと深呼吸しましょう。静かで穏やかに落ち着いて、いい気分になっています。吸う息に乗せて、この言葉を自分のハイヤーセルフのところへ持っていくと想像し、吐く息に乗せて、この言葉が現実化する外の世界へ解放していると想像してください。では、これから68秒間、この言葉に集中しましょう。私の夢は実現します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 。